ですね、あの分離症とか滑り症の方必見の、下腹部を鍛える正しいトレーニングの仕方を教えます。よくですね、中学生とか高校生の時に足上げ腹筋ってやった方います？いますかね、はい、よく足上げ腹筋とかでこの辺で3分我慢しろとか、うん、なんか言われたことありますよね、うん、でこれで腰が痛くなったりする経験って結構いますよね、うんうん、なんで腹筋なのに腰が痛くなるんだろうって僕ずっと学生時代に思っていたんですけど、実は下腹部の筋肉を鍛えるには鍛えていい角度が人によって違うんですね、うん、だから腹筋がある人はここでもいいんですけど、腹筋がない人は上の方でしなくちゃいけないっていうことを解説していきます。ちなみにこの角度でキープしていい人はオリンピック選手レベルですね。なんか中学生でもし運動部の方でですね、こういう風な足上げ腹筋、ね、3分我慢しろって言ってる指導をしてるとしたらちょっと間違ってます。逆に腰痛を引き起こしちゃいますよということですね。ありがとうございます。今回ですね、その、この下腹部の筋肉を鍛えるのに、特に大事なのは反り腰の人です。反り腰、寝てると隙間が浮いちゃう人ですね。寝てるとですね、仰向けで寝てると腰が痛くなっちゃう人ってのは典型的な反り腰です。で自分が反り腰だって分かんない人結構いらっしゃると思うんですけど、寝てる時になんとなく足をこうやって寝ちゃう人いませんか、うん、こんな感じですね、足を開いてらっしゃる。でこういうタイプの人は基本的には反り腰とかですね、腸腰筋で筋肉が非常に緊張しちゃってる状態だっていうことで、もしかしたら私も反り腰かなって思ってください、はい。で反り腰が強くなってしまうと腰椎分離症とか、滑り症という症状を起こしてしまうんで、じゃあ腰椎滑り症分離症の人はどういうトレーニングをすればいいかっていうとですね、腰椎分離症滑り症の人はこういう形になってますから、必ず下腹部の筋肉かももの裏の筋肉を鍛える必要があるんですけど、今回はアスリート用に下腹部の筋肉を鍛える方法を紹介します。はい、じゃあそれでは実際にやっていきましょうか。でまずですね、下腹部の筋肉のチェックというのがあります。まず一番上からにします、この状態。そしてですね、ゆっくり下ろしていくんですけど、この腰がですね浮いちゃう段階までいかないことですね。じゃあ彼の場合は追いかけていくとこの辺ですかね、下げていってみましょうか。ここから先だと腰が反っていっちゃうんですね。なので、彼の場合はここでキープする。これ以上下に下げてしまうと腰が浮いてしまうんですね。浮いてしまうんで、彼の腹筋の力ではここかな、ここですかね、ここでしっかりキープしてくる。でここでまず30秒キープするような運動だと下腹部がしっかり鍛えられて、腰椎分離症滑り症が、改善するようなトレーニングになります。でさらに負荷を上げたい方は、ね、ここが反らない位置をキープしつつ、こっからこうですね、こうこう、これで下げないといいですね。こういう形が一番下腹部の筋肉を鍛えるのにいいと言われています。ちなみに先ほど説明したオリンピック選手はここまで下げても下腹部の筋肉が強いので反らないんですね。だからアスリートは、ここまで下げてトライしてもいいんですけど、こう曲げてた時に腰がですね浮いちゃう位置よりも手前でキープするってことを覚えてください。こんな感じですね、ぜひやってみてください。それで、自分に合った、下腹部の筋肉のトレーニングの負荷を決めてみるといいと思います、はい、今日は以上です。